おはようございます。ベイサイドイングリッシュ英語コーチの中尾勝です。今日はですね、またなんとかやり過ごすということでお話しさせていただきたいと思います。例えば国際学会でのプレゼンテーション、もしくは、電話会議、今週もしくは今月なんとか、それをやり過ごす、徹夜をして、丸暗記をして必死にペーパーを作ってそれを読む、そしてなんとか、やり過ごす、そういうこともできますし、もう諦めることもできます。諦めると言ってももうやらないっていうわけにはいきませんので、やると決めてそんな、辛い思いをしないということですね。もう諦めるっていうのはもうやらないこと、今までと同じことをしないと、もうその状況は自分にとっては苦しすぎる、もうやろうということで、きちんとやることを選んで選ぼうと、これまで逃げてきたこと、なんとか回避しようとして、その時だけなんとかやるっていうことを諦めるっていうことですね。しっかりと時間をかけて自分の本当の実力を身につけることで、そのこと、そんな辛い思いを二度としないようにっていうことも、できるわけです。今までの苦しさ、今までの、その大変さから逃げていたことから、今度は本当にそれに正面から対処する、根本を、取り除く、根本原因を解決する、そういうことでこれまで苦しんできた、そしてこれまで逃げてきたことから正面から取り組んで、その思いを二度としないように、自分の本当の実力を身につけていただければと思います。ぜひ、頑張ってください。それでは失礼します。